ダイエットに挑戦するガフが話題に。食べ過ぎで太ってしまったガフ、以前好きな子に太っている人はタイプではないと振られてしまったことをきっかけにダイエットを決意。そんなガフが最も過酷なランクダイエットに挑戦しました。ランクダイエットとはランクマッチで1キロするごとに2キロ痩せることができる。ビクロイを取るとさらに10キロ痩せることができる。短時間で痩せることができる分激しい戦闘が繰り広げられるので過酷なダイエットになる。ガフがどこまで結果を出せるか見ものだね。あ、やっと僕映った。絶対にビクロイ取ってアフロディーテに告白リベンジするんだ。待てそこの車、お前を倒してマイナス2キロしてやる。おいガフ、貴様何故すでに2キロしているのだ。あ、それシガが録画ボタンを押し忘れたんだよ。ほんと使えないよな。後で煽り散らかしとくわ。おい、全部聞こえてるぞ。また車だよ。今度こそ逃がさないぞ。お、降りてきた。対面わっしょい。絶対に倒すんだ。2キロ、2キロ、マイナス2キロ。A few moments later. なんだよもう、またかよ、また逃げられたよ。ただ戦闘を長引かしただけだった。こんなんじゃ痩せられないよ。ん？なんだこの音。うわ、イカロスの翼か。なんか急に敵増えたな。チャンスっちゃチャンスだけど、でもさすがに言われてったら倒されちゃうよな。よし、少し休憩だ。むにゃむにゃ、寝すぎた。お、だがこれはギョフチャンスでは。おはようございます。ガフの寝起きドッキリでした。いやー、これはでかい。マイナス2キロゲットだぜ。さあ、現在3キロをしているガフ選手、6キロの減量が約束されている。神々のバナナを頬張り気合を入れるガフ選手。バナナはダイエットには多分いい。よし、あいつら倒しに行くか。こっそり近づいて。さあ、どこにいるかな。お、いた。ハンドキャノン。うわ、最悪外した。うわ、最悪外した。ゴミエイムすぎて草なのだ。僕なら全弾一緒なのだ。ガフ、僕と変わるのだ。黙れズンダモン。大人の世界に来れるもんなら来てみろ。戦いはまだまだこれからだ。黙って見てろ。オラ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 。いた。なんだよ、いた。やばいやばい、死ぬ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 。やばい、逃げなきゃ。ズンダモン助けて。下かいちょうだい、下かい。自分の力でなんとかするのだ。とにかく広げまくるんだ。広げまくればいいってブイレルさんが言ってた。よし、なんとか回復できたぞ。これで本当に回復できているのか疑問なのだ。下階のないガフはその後アンチへ移動。取り立ての免許で車を運転し、なんとかメディキを見つけたのであった。めでたしめでたし。勝手に終わらすな。くそー、逃げ切れたはいいものの、剣バトで資材使いすぎた。終盤に資材漁るの怖いけど、撃たれないことを願おう。あとまだ3キルだ。もっともっとキルしないと。くらえ。よし、マイナス2キロだ。この調子で終盤ガンガンキルするぞ。僕が痩せたらびっくりするだろうな、アフロディーテ。もしかしたらあっちから告白してくるかもな。こうして終盤戦を迎えたガフ選手、現在のキル数は4、つまりマイナス8キロ。この後キル数をさらに増やすことはできるのか、ビクロイを取ることはできるのか、みんなも予想してみるんだ。後高評価とチャンネル登録してくれたら嬉しいのだ。おら、おらおらおら。よし、いいぞ、調子乗ってきたぞ。今なら誰にも負ける気がしない。誰でもかかってこい。今の僕なら雑魚さんだって倒せるぞ。お、そこにいるのか。おら、あれ、いない。なんだよ、どこ行ったんだ。あいつらは一体どこを撃ってんだ。お、そこか。てかなんだ今の恐竜みたいなスキン、見たことないんだけど。最近出たスキンか。恨みやないが死んでもらう。これからのピースコントロール。おら、おら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 、やった。めっちゃ気持ちいい今の勝ち方。ところでガフはアフロディーテのどういうところが好きなのだ。それはもちろん顔だよ。めちゃくちゃ可愛いし、あんなに金髪が似合う女性はなかなかいない。しかも神様でしょ。お金たくさん持ってんじゃないかな。欲望に忠実すぎて逆に気に入ったのだ。そんな欲にまみれたガフ選手、残り人数は6人。ランクで6キルできるとはガフにしてはなかなか頑張っておるな。一言余計だぞ。でもやばい、さすがに緊張してきた。プレッシャーに弱いんだ。ああ、フォートナイトあるある。地味にストーム入っちゃう。やっちゃった。さあ、ここからは変に目立たず地道にキルを稼いでいくぞ。今の時点でもう12キロマイナスだ。これは大幅ダイエット成功だな。それにしても今気づいたけど、僕が背負ってるリュック小さすぎない？こんなんじゃ中身空っぽでしょ。でもそういえば最近僕よりかでかいジャイアントチキンみたいなスキン出たんだっけ。僕よりかでかいやつがいるなんて、それはそれで許せないな。さあ、僕の苦手な移動アンチが始まった。冷静に移動するんだ。怖いな。ここまで来て負けんのやだよ。とりあえず先に移動するぞ。頼む、みんな
許してくれ。僕を撃たないでくれ。後でなんかお金でも何でもあげるからさ。今は見逃してくれ。よし、いい感じで進行できてるぞ。さあ撃ち合え撃ち合え。そして美味しいところを僕がもらうんだ。おいお前、顔出せ。今すぐ顔出せ。ほら、当たんないか。ちくしょう。残りは5人。なかなか減らないな。まあでも減られたら減られたら困るけど。くらえくらえ。痛い痛い痛い、僕じゃない僕じゃない、許して。ここからは私が実況しましょう。残り人数は5人。苦手な移動アンチに苦戦するガフ選手。あれ、さっきまでのおじさんはどこ行ったの？定時なので帰りました。あんにゃろう、バカにしやがって。怒りの一撃。よし、あのおっさんのおかげっちゃおかげだな。あのおじさんはいつも私に仕事を押し付けて帰ります。本音を言うと私もこんなことしてないで帰って映画を見たいのです。君バリバリ僕に聞こえてること分かってるよね。まあいいや、もう少しだからさ、我慢して応援してよ。最高の景色を見せてあげるよ。かっこいいセリフを吐いたガフ選手。必死に移動しストームに飲まれないようにします。しかし移動することに必死で資材がほとんどなくなってしまう。リフレッシュをしないとビクロイは絶望的な状況。なんとしてもこいつから資材を奪う。あれ、いない。どこ行った？上か。落ち着け。お前の持ってる資材をよこせ。いた、まだだ。ここで引いたらおしまいだ。お前はもう痩せてるんだからいいだろ。ここまでで食らえ。よし、さあついに 1v1。 だいぶ自利品な状態ですが、ビクロイを取ることはできるのでしょうか。一体ガフ選手は何キロ痩せることができるのか。今更こんなこと言うのはあれですが、個人的には太ってるガフの方がモフモフして可愛くて好きなんですけどね。ていうかアフロディーテもモフモフしている動物が好きとか言ってたような。もう資材がないガフ選手、敵の方が有利なので何とかして落としたい。ゴリ押しで勝つしかないぞガフ選手。オラ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 、よし降りてきたな。こうなったらオートショット感でゴリ押し。オラオラ、やったー。これでめちゃくちゃ痩せれる。おめでとうございます。9キルビクロイしたガフ選手はなんと合計28キロのダイエットに成功。アフロディーテの告白再チャレンジはうまくいくのでしょうか。これが減量に成功した姿。自信満々でアフロディーテに再度告白をしましたが、なんかいろいろとタイプじゃないと言われ断られてしまいました。前よりかひどい振られ方じゃないか。逆恨みをしたガフはゼウスの雷を使ってアフロディーテを襲いました。それに加え AR でガンガン撃ちまくりアフロディーテをキルしてしまいました。やば。しかし当たり前のように復活するアフロディーテを見て恐怖を覚え、ついに諦める決心がついたようです。めでたしめでたし。以上本日のニュースでした。当チャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。